大切な日、皆さんには大切な日というものは存在するだろうか。今日はそんなよくあるビジネスカップルの大切な日に迫った。はい、そうですね。まあ僕は俺の女なんで、楽しませる気は十分になります。もちろんです。あ、はい、そうなんですね。デートに意気込みってあるんですか？はい、待たせたな。待たせた。ダッサー。え？ダッサー。普通じゃない別に。寒くね？寒くねえよ。いや今日だからデート動画撮ろうと思って。初めてじゃん。だからめっちゃちゃんとした格好してきた。おかしい？おかしくないよ別に。デートプラン。いや結構ちゃんとしたデートプラン考えてきたから。本当？だからこれでね、今日はねこれ撮ってデートしていこう。クマじゃん。白かわいい。なんかさ、あのさ、ニトリにさ、こういうさ、布団あるよね。何の話してんの？まあいい、そんなことどうでもいいんだよ。とりあえずね、向こう側にデートスポットめっちゃ用意してきたから、今日。いや、恥ずかしい。いや、全然恥ずかしくないよ。恥ずかしい。まあ、サングラスぐらい外すけどさ、俺柄じゃないっていうか。サングラスはまだいいね。サングラスどちらかといっていい方やね。確かに。で、ダンサーに。だからでもちょっと、デートって久しぶりじゃない？そうだね。だってさ、これ初めてだよ。恥ずかしい。したことないでしょ、デートって。まあね、向こう側もうちょっと行くとね、商店街があるんだよ。なんか食べ歩きとか結構有名なの。食べたい。ご飯食べてないでしょ。食べてない。食べたいでしょ。うん、自由に売ってる。え？自由に売ってるもん、これ。この柄の、うん、あ、なんかあったかい布団、うん、なんていうの、布団にかけるやつ、うん、こういうやつあるで、自由に。自由じゃねえ、ニトリ。そうやね。服が面白いですね。でもどこ？お腹空いたよ。これがそうやね、ほらあそこ、あそこが食べ歩きのスポットなんよ。だからね、うん、じゃあ連れてきたかったんよ。だってさ、日暮里とか来たことある？ないでしょ。いつも渋谷とかさ、そういうわけわかんないとこ行ってさ、うん、これ渋いとこ攻めていかないとね。どうした？ハト、ハト、ハト、敵。本当に今日完璧なデートする予定だから。服でもう終わってんの？いや腹減ったね、本当に。お腹すいた。というわけで着きました。お腹すいた。雨見たい。え、雨？雨見たいの？うん、あ、いいよいいよ、まあ、みんな大丈夫。雨見たい。いや、もっとあるからさ、先。いやいや、雨、雨はいいよ。雨見たい。冒険であるね。そんなん、いいよいいよいいよ。雨なんてどうでもいいでしょ。見たい。ほら、すごいでしょ、ここ。すごい、初めて来た。見慣れてきちゃったよ、ロッケに。ぬいぐるみみたいだから、ああギュってなりたい。何の話？ギュってなりそうじゃない？やばい、つまんな。つまんな、普通。マイナス行って。もんなくな。危ないよ。あ危ないよ。いや。今ちょっと当たりそうやったね。いや、すげえ。危ない危ない。逆に危ないみたいなとこある。あー、ごめんごめん。逆に危ない。服とか見てくれ。大丈夫。ああ、大丈夫。婦人用やだね。終わっちゃう？終わっちゃうんだけど。どうすんの？終わっちゃうんだけど。見て。ああ、まあ魚はいいよ。なんでなん？ドーナツ食べた。あ、ドーナツ。ああ、そうだね。ドーナツだね。あるね。あるよ。食べたい。え？何？食べたいの？そうなんだ。どういうこと？え、何が？どういうこと？いやいや、食べたいんだなと思って。いや、俺も見てるだけ。俺は食べたくないの？俺は食べたくないってこと？いや、食べたいんでしょ？うん、うん、え、まあ、とりあえず行こっか。まあいいよ。どこ行くん？あのね、入り口の方にね、一個予約してるから、ね、うん、ガチ。本当にしてる。もう今食べたいぴったりものが出てくる。もう寒くて寒くてさ、手震えそうないけどさ。そこ行ったら多分全部回復するんよ。ちょっとカメラ持って。
え、なんで？じゃあノイズキャンセリングついてるからさ。なんか街の、ね、やだ。商店街のうるさいんだよな。ちょっと声聞こえないの。ちょっとやめて本当に。人といるだけ。あ、分かった。分かった分かった。え、ちょっとほ、うわっ。お前これいくらすると思ってんだよ。これもう一回あげたやつや。人といる時にヤホー集団よくないと思う。めっちゃ混んでるっしょ。ここね、めっちゃ混んでるっしょ。ここ予約しといたから並ぼうぜ。ここ予約しといたから並ぼうぜ。してないじゃん。してないじゃん。いや予約してないじゃん。いや、まあ、逆に割り込めると思ってんの。予約やばない。予約の意味わかる。予約の意味わかる。予約って何。予約って何。いや予約って何。いや分かる。逆に予約って何。え、でもこんな人気なんやで。うーん、まあ、鍋みたいな感じかな。本当森って書いてあるけど。楽しみ、うん、クリームチーズとマスカルポーネと、はい、お菓子チーズ毎回整理いただいておりますけど、はい、3200円までお願いします。はい、3200円。3200円だから待って、2000ちょうだい。割り勘2000やで。多く取るの。え、早く2000渡してって。なんだ、終わってないんだよ。割り勘終わってないんだよな。割り勘しましたちゃんと。終わってないんだよな。うわ、美味しそう。いけてるよ。うまっ。どうやった。寒い。うまかったな。美味しかったけども寒いよ。あの、本当に寒いです。大丈夫。一番来てる。次どこ行きたい？なんか、あったかい。あったかいとこ。あったかいとこ行きたいな。あったかいとこ行きたい。ああ、そう、次もいいとこ予約してて。じゃあ、あったかいとこ行くか。あったかいとこ行く。超寒い。本当に寒い。まあ、大丈夫、室内入るから。本当？うん、これで外だったら多分殴っちゃうかもしれないけど手出ちゃうかもしれない。そんな楽しいデートなんだから、うん、そんなこと言わないでよ、うん、楽しく行こうよ。踊ってない夜も知らない。踊ってない。じゃあさ、どこ行くか内緒にしたいから、うん、他は目閉じてくれ。絶対に一人しないね。しない。怖いよ。いや、怖くないよ。ラウンドワンみたいな感じのとこやから。ほんと、電柱にぶつかんない。うん、大丈夫。怖い落ちてないか。ビーボじゃないよ。落ちてないか、玉探そう。あ、落ちとる。玉落ちとる。拾って。いやいや。ビーボも玉落ちとるね。いやいや。もうちょっと楽しいとこ行くか。いや、楽しいって。早く座って。もうちょっと楽しいとこ行く。座って。もっとさ、金使えたらさ、勝てたんよ。そんなことないね。結局は負けるね。いや、もっとやったら勝ってたよ、今の。普通に考えて。勝ってないよ。いや、勝ってたよ。ランドワンじゃないし。お前知らないの、パチンコ。ランドワンじゃないし。やば、お前。つまんないよ。え？つまんないよ。何が？今日が。いや、別に関係ねえし。つまんないよ。もうなんかイライラした時やっぱ2件限る。お肉は食べた。いや、食べたやろ。お肉は食べた。だから高級焼肉やわな。用意しとんねん。予約してるからちゃんと。もう今時間が、次はできてる予約。そう、時間がね、今もういい時間だから。めっちゃうまいから、マジで。俺がめっちゃ行くほどだよ。焼肉好きでしょ。焼肉大好き。だから好きだと思って、最後のディナー、あー楽しみやな。いや、楽しみだな。松屋。いや、松屋じゃねえって。松屋。なんで松屋っていうの。あったで。
ここか、ここだ。ここだ。いいよね。いやいや、絶対美味しいと思う。入ってみ。美味しそうな焼肉。松阪牛です。絶対嘘。ごちそうさまでした。いやー、焼肉美味しかったね。焼肉じゃないけどね。いやもう今日疲れた、ほらもう真っ暗。めっちゃ真っ暗。月で撮るね、月。今日ね、楽しかった。30点。なんで？今日一生懸命考えたの。まあいいや、じゃあね、使え。どういうこと？カメラ持ってて。どういうこと？どういうこと？いや、待って。どういうこと？いや、どういうこと？マイナス50点のデートでした。